キチャンネル。ちょっ、木曜日です。総チェックというところでね、火曜日、水曜日、2連戦をね、解説していきましょうというところでね、いろいろなことがありましたけどね、佐々木がすべてチェック、お伝え、解説していきたいと思います。ということでですね、まずは、パリーグから、ロッテ対日本ハム、1日2対3で日本ハム、そして2日6対8で日本ハム、日本ハムの2連勝中ということで、これはロッテね、この今2連敗、まあ明日どうなのか、これ3連敗したらね、大事だっていうところでね、まあ1日の試合ね、2対3っていうところで、この日のテーマは、取れる時に取らないから、こうなるっていうね、典型的な例でございます。まあロッテはね、2回の裏にね、山口ショート内野安打、中村ヒット、ね、ノーアウト1、3塁からブロンソンサードゴロ、ね、で、ワンアウト2、3塁になって、田村がね、レフトへのタイムリーツーベースっていうところでね、グパッて、ね、佐々木がね、サントリーモルツでホームランを打ったから、それが刺激になったんですかね。ね、いい形でホームランを打って、2点ね、先制するも、日本ハムはね、4回に、野村のタイムリーツーベースで1点取って、なんとね、最終回に、ね、万波マルティネスの2本のホームランで逆転っていうね、ところで終わるんだけども、まあこのね、2本のこの増田のホームランはね、アウトコース行き過ぎやとか、インコース行かないからどうやとか、言ってる人いるけど、まあこれはまあね、結果論だね。だから次の試合の展開で増田が出てきた時に、この万波とかマルティネスに対してインコースを使わなかったら、これはもう大問題ですね。そういったところでは次の登板がね、どうなるのかっていうところはちょっと注目したいなっていうところはあるけどもね、3対2っていうところでね、まあこれはね、もうミスからだからね、結局この4回もね、先頭清宮レフトへのツーベースってなってるけども、これね、ショートの藤岡が風で流されてね、スライディングするけども、グラブに当てて落とすっていうところでね、まあ取れたでしょっていうね。で、まあミスで出て、で、真ん中のセカンドゴロね、進塁打打って、で、マルチネスフォアボール、で、ワンアウト一三塁から野村がね、タイムリーツーベースっていうところで、まあここね、本当はワンアウト一三塁からね、もう一点取らなきゃいけないけども、ハンソンがね、キャッチャーファールフライ、伏見がね、セカンドフライっていうところで、まあ一点取れなくてね、まあ最終回逆転したから良かったもののっていうね、ところはあるけども、ロッテはね、4回、6回、7回、8回、9回、1本出ずっていうね、ところで追加点取れるチャンスはね、めっちゃあったのよ。まあ、その中でね、特に4回、こう2対1になってからね、先頭山口フォアボール、で、6番、中村がね、ツーベースを打って、ノーアウト2、3塁から、ブロッソを三振、田村三振、岡がセンターフライっていうところで、ここで1点でも取ってたら、正直ね、枯れたけどね、あと7回裏、先頭岡がレフトへツーベースを打って、で、荻野サードゴロ、ここ最低でも進塁打でしょっていうね。で、そしたら1点でも取れたかもわかんないのに、で、結局ね、先頭ツーベースね、1点も取れずっていうね。で、まあ、7、8、9と、7回もね、ツーアウト、ワンアウト2塁から藤岡ね、ライトフライ。で、石川ね、敬遠されてポランコがね、ピッチャーゴロっていうね。で、8回、山口がね、ポテンヒットで出て、中村送りバントするけども、ワンアウト2塁からブロッソをね、三振、安田フォアボールで岡がね、三振。で、9回もね、藤岡ポランコがね、ランナー出て、ツーアウト一三塁になるけども、山口がね、三振というところでね、一本鉄っていうところでは、取れる時に取らないからこうなる。さよならね。さよならじゃないけど、逆転負け。これはかなりね、痛い敗戦になりましたね。で、続いてね、2日、8対6で日本ハムっていうところで、この日のお題は、ミス合戦です。はい。日本ハムはね、2回表先制っていうところで、2アウトからね、野村がライトへ、ツーベース。そして7番ね、ライトへタイムリーヒットっていうところで、いい形で先制するけども、ね、2回裏、ね、先頭山口、セカンドフライ、加藤が落球で落とす。ね、で、中村フォアボール。で、ノーアウト1、2塁からブロッソをね、ボテボテのピッチャーゴロっていうところで進塁打になって、ワンアウト2、3塁。横で7番安田がね、犠牲フライ。で、2アウト2塁になって、田村がね、レフトへの勝ち越しタイムリーヒットというところで2点。これはもう完全に上原がかわいそう。ね。で、日本ハムはね、3回表、先頭磯畑ツーベース。で、加藤がセンターフライでアウトになるけども、ワンアウト2塁から松本ね、サードゴロ、ブロッソ、後逸、バッと、エラー。ね。で、ワンアウト1、3塁になって、清宮がね、センターへタイムリーヒット。で、万波フォアボール。で、バルティエスがね、センターへ勝ち越し。で、野村ヒットで続いて、ワンアウト満塁から7番がね、レフトへタイムリーヒットというところで、一気に4点で、5対2。ね。ロッテはミスで点くれたのにミスで返すっていうね。しかし3回裏岡デッドボールで、友杉サードフライ、清宮落球パッとで、石川セカンドゴロ、ダブルプレーかと思ったらセカンド加藤の送球が若干それてね、ショート7番ベースから足離れてオールセーフ、ナイスリクエスト、ね、でミスで、ノーアウト満塁からで、山口のね、ピッチャーのタイムリー悩んだあれ上原取れますピッチャーゴロで、その後ねピッチャーマーベルの代わってノーアウト満塁から中村がねセンタータイムリーヒットで、ブロッソの犠牲フライっていうところでね、一気に5対5の
同点っていうね、ところになるけども、4回の表にね、加藤ね、さね、ミスしたけどもってね、このセーフティーバント絶妙、グッて。ね。で、松本ライト前ヒット、清宮フォアボール続いて、万波三振するけども、マルティネス、野村、ね、タイムリー犠牲フライっていうところで、3点取って、ね、8対5。ね。で、9回裏にポランコがホームラン打つけども、このまま逃げ切り勝ちっていうところで、先発上原、ね、2回46球、2安打1三振、1四球、1デッドボール5失点とね、っていうところで、ピッチャーゴロがね、手に当たったのかな、それで降板になったけども、ちょっとこれはかわいそうだったね。かなりミスからの失点っていうところが多かったからね。だから、自責点ゼロだからね。5失点で自責点ゼロって、それはかわいそうよ。ね。で、その後ね、投げた、2試合目のマーベル。5回73球、3安打4三振、1四球無失点っていうところで、まあね、先発死守っていうところで新庄監督が言ってるけども、ね、まあカーブとか、ちょっと動くボール、ツーシーム系とかね、結構今日ね、風が吹いてて、そのね、影響もあって、ゾゾマリンっていうところもあって、多分動きもね、変化も大きくなって、いい形でピッチングできたと思う。だからね、逆にこれがね、エスコンとかドームになった時に、どこまでのね、変化とか、どこまでがボールが動くのかっていうところは、もう一回注目しながらね、見ときたいっていうところだけども、まあ、マリンの風もあってね、結構動いてね、いいピッチングしたんじゃないでしょうか。ね。逆にロッテはね、せっかくミスでもらったのに、ミスで返すっていうところでは痛い。ブロッソ3打数1犠牲フライっていうところで。どうなんブロッソ。安田サードでいいんちゃうん。どうなんブロッソ。まあ、ここからどうなるか分かんないからね。まだ来たばっかりだからね。そういったところでは、まあ、注視していきたいなっていうところはあるけども、結構今後のね、ブロッソーがね、ロッテの命運の鍵をね、いい方にも悪い方にもどっちになるか分かんないけども、鍵を握りそうな選手じゃないんでしょうか。ね。結局現状ね、日本も2連勝っていうところで、ちょっとミスがね、多い、バタバタした試合だったなっていうところでは、ね、まあ3試合目ね、どうなるのかっていうところはね、注目です。木曜日の試合ね、西野、北山、西野は今貯金5を作ってるからね、ここでしっかりね、連敗止めたい。ね、北山が投げてね、しっかりね、こう最近安定してるからね、しっかり勝ち切ってね、3連勝したい日本、どうなるんでしょうか。続いてオリックス対楽天、1日6対2でオリックス、そして、2日3対2でオリックス、現状オリックスの2連勝というところで、ね、1日の試合6対2でオリックス、オリックス先発山本、7回106球、7安打7三振、無四球無失点と、まあ、前回ね、3失点負けというところで、まあ、2試合連続ではね、負けられないというところでは、グッピッチ。ね、初回はね、フォーク、そして6回はカーブというところで、ピンチもね、難なく抑えて、ね、変化球もキレキレだったというところが、初回ね、ここ踏ん張ったのが大きかったね。楽天はね、初回、小深田ね、浅村がヒットで、ノーアウト、ツーアウトね、一塁のチャンス作るけども、最後ね、フランコをね、フォークで三振っていうところと、まあ、6回もね、5対0の状況で、小深田ツーベース、浅村がセンター前ヒットと、ワンアウト1、3塁のね、ピンチ作るけども、カーブでね、フランコ、5、4、3ダブルプレイ。このね、2つのね、ピンチをね、しっかり切り抜けたっていうところはね、大きかったなっていうところと、まあ、オリックス打線はね、3、4、5、6と、効率よく得点っていうところでね、3回ね、2アウトから山下ツーベース、そして紅林がね、レフトへ先制、タイムリーツーベースというところで先制。で、4回にもね、頓宮が、ホームランっていうね、ところでもう行って。で、しかもね、その後ね、胸がレフト前ヒット、杉本送りバントさせてるからね。まあ、杉本ね、今日2軍落ちちゃったけどね、まあ、そういったところでもね、どうにかしてね、点取っていくっていうところで中島地。で、5回裏、野口、中川ね、ヒットで、2アウト1、2塁のチャンスから、トングームネがね、連続タイムリーっていうところで3点。で、6回にもね、若月のホームラン。若月、くばって。めっちゃいいね。7月打率4割。すごい。くばって。だから森が帰ってきても出るとこないで。だから森、ライトとかの可能性もね、十分ある。1軍でね。まあ、しっかりね、山本が抑えてこんだけ得点してればね、しっかり勝ち切るかなっていうね。で、まあね、楽天はね、最終回ね、ちょっと山子がね、乱調して2得点ね、したけども、まあちょっと時すでに遅しとね、6対2でオリックスのね、勝利ってね。で、2日の試合ね、3対2でオリックスっていうところでね、オリックス先発ね、宮城、6回107球、6安打4三振、1四球1失点と。で、楽天先発庄司ね、5回100球、5安打5三振、4四球1失点と。まあどちらもね、なんとか踏ん張りながらっていうところ行ったけどね、まあオリックス、楽天はね、4回表、ノーアウト1、3塁からね、伊藤由紀らのダブルプレーの間に行って。で、オリックスは5回の裏にね、ノーアウト1、3塁から義母のね、センターへの同点タイムリーヒットっていうところで同点になるんだけども、ここで俺が疑問なのが、一塁走者の野口がね、三塁に行ってね、アウトになるんだよ。いや、ノーアウト、一、二塁でよかったじゃんっていう。で、その後、紅林、中川だとクリーンアップ行くわけでしょ。この野口のね、サードアウトはね、ちょっと暴走、バッと。暴走、構想、紙一重って言うけども、状況を考えた時に、こう押せ押せどんどんで、一気に逆転ね、行きたかったところをね、
これはちょっと痛いね。でその後ね、7回に、岡島はねホームラン、宇田川から打って1点勝ち越すけども、7回裏にね、ワンアウト2塁からまた義母がねセンターへタイムリーヒット打って同点に追いつくっていうね、そして、9回の裏ね、2アウトから中川フォアボール、頓宮内野安打、宗フォアボールとね、で2アウト満塁のチャンスで茶野がねセンターへのサヨナラヒット、茶野グッバッツ、ね、まあ宮城をね、山本宮城で2連勝っていうところ大きかったし、楽天もねソフトバンクがバタバタしてるんでね、ここしっかり勝ち切ってね上と詰めたかったっていうところはあるけどもね、まあちょっと最後ね踏ん張りきれなかったなっていうところと、やっぱ安楽ね2つのフォアボールがね結局痛かったなっていうね、失点につながっちゃったかなっていうね、ところではねオリックスの2連勝っていう形だけども、オリックスはねどんどんねこの日は渡辺選手ね、渡辺はね9番に入って離脱1安打っていうところでヒットも打ってるしね、そういったところでは非常に良かったで、しかもこのね7回裏のねこの義母のセンター前タイムリーもね、あのセカンドランナー、藤岡ねちょっとねスタート切るの遅れたけども、あれコーチャーよく回したね、コーチャー浮く、ね、ちょっとスタート遅れたね、判断迷ってね、でそこからででも三塁しっかり回してね、ほぼ間一発セーフっていうところではね、まあ広岡もねスタート遅れたけどよく走ったし、三塁コーチャーグッとナイス判断、あれはね大きかったね、でそういう細かいところもねしっかり勝つね、新しい選手もねしっかり頑張る、で俺だけかな、義母と茶野がよく似てた、ヒーローインタビューで感じが兄弟のようだった、皆さんどう思いますか。ここしっかりねオリックスが2連勝、もうオリックスの一人旅が始まっちゃうよっていうところでね、まあ今日の試合ね、どうなるのかっていうところではね、田島マー君、マー君が連敗止めれるかね、田島が一気に3連勝なるかね、投手戦か打撃戦かどうなんでしょう。結果現状2連勝中ですオリックス。そうそう、そんなオリックス言い忘れてたね、この7回裏ねワンアウト一塁から中川がねライト後方になって、でねライト王がねギリギリ取ってね、紅林がね走塁の問題、これどうなんかっていうねところで、まあ審判のねリクエストの判断で言うと、まあ、まあ、基本的にはねセカンドベースに1回踏んだら越えてようが越えてなかろうが、1回踏んだらもう1回踏み直してからファーストに帰らなきゃいけない、ね、これね踏んでそのまま帰っちゃうとあの空間になっちゃってアウトになるわけで、この審判の判断だと紅林は踏みましたと、でもう一回踏まないで帰りましたと、だからあの申告プレーねセカンドあったからアウトにしますっていうところだったんだけど、そもそもよどの映像を確認してその判定が覆ったのかが全く分かんない。まあ俺はテレビねプロ野球ニュース行ってたからね、テレビ見てる中でね真中さんとか達川さんとかもみんなで見たけど、テレビ見てる感じでは多分皆さんと一緒の映像しか見てないわけ。もう切り替わった時には紅林はもう走って帰ってきてたわけで、田口コーチがね怒ってたけども、いやそもそも踏んでないかもわかんないじゃん、セカンドベースを、そもそもセカンドベースを踏まないで、セカンドベースをまたいで踏まないで帰ってきた可能性もあるよね。そしたらさ別にもう一回踏み直さなくてもいいわけじゃんね。どの映像どの画像を見て判断したんやとね。で仮にそれがサードの審判が見てたんだったら、サードの審判が見てたのでっていうところもね言わなきゃいけないね。リクエストね、あの踏み直してないんで、アウトにします、何を撮ってどの動画で、理解できない。もうちょっと説明ちゃんとしてほしかったね。説明不足で分かんないよね、何をもって判断したのか、何をもって判定が覆ったのか全く分かんなかったね。だから楽天からのリクエストってことは、それが最初セーフっていう判定なわけでしょ。っていうことはきっちりアウトっていう証拠がなかったらいけないわけでしょ。その動画は俺らがいつも言われてるわけ、俺らが見てる動画と同じ動画を審判が見てますっていつも俺は言われてたから、っていうことは俺らが見てない動画は審判見てるのって、何を根拠に材料に判定が変わったのか謎です、今も謎です。皆さんどう思いますか、コメントお待ちしてます。続いて西武対ソフトバンク、1日5対0で西武、そして2日、2対0で西武2連勝、ソフトバンク、2日の完封負けで今年9回目の完封負けです。で、まあ、1日ね5対0で西武というところで、西武ね高橋光成、7回118球4安打、7三振5四球無失点と、まあ、フォーク立てする中キレッキレだったね、勝負球のね、でこれでね25イニング無失点というところで、まあ、球数もあってね3試合連続完封というところはならなかったけど、まあ、5四球あったからね
ちょっと球数が多くなったっていうのもあるけどもね、まああの打線もね、2回ワンアウト3塁から長谷川がね、きっちり先制タイムリー打って先制で、4回にもね、マキノン栗山がね、チャンスメイクをして、で長谷川フォアボールとで2アウトね、1、3塁で古賀がね、レフトに2点タイムリーツーベースを打って3点目、で7回にね、2アウト満塁からね、海のパスボールでマキノンがね、押し出しフォアボールっていうところで又吉からね、こうダメ押しの2点、まあ効率よくね、しっかり5点取ったっていうところではね、非常に、いい形の戦いだったなっていうところで、この7回の海野のパスボール大パス、ほぼど真ん中だったよ。どうした？パスボール。それは勝てないよ。そんなことしてたら。ね。で、ソフトバンクは2回、3回、4回、5回。先頭がね、フォアボールで、2回もね、先頭柳町フォアボール。で、3回も先頭回フォアボール。で、4回も先頭柳田フォアボール。で、5回も先頭今宮フォアボールというところで、2、3、4、5、4イニング連続、先頭フォアボールで出てんのに、無策です。2回はね、柳町がフォアボールで出て、今宮送りバント試みのダブルプレー。吉切れよ、バッと。ね。で、3回も先頭回が出るけども、牧原シュート、近藤と3者連続三振。ここも牧原バントとか、エンドランとかでも良かったような気がするけどね。で、4回もね、柳田フォアボールで、そこからね、中村アウト、柳町ダブルプレー。ね。で、5回、今宮出塁するけども、三森アウト、そして甲斐ダブルプレーっていうね、チャンスをことごとく全部潰していくっていうところでは、それは高橋コーナーもね、いいピッチングするよっていうね。まあ、ここら辺だね、やっぱ打線繋がらないよね。で、まあ高橋がね、勝負どころでのフォーク、縦すら、低め、めっちゃキレキレだったしね、グッピッチングのところでしたでしょうか。ね。そして、2日の試合ね、2対0で西武の勝ちっていうところで、西武先発ヨザね、9回104球、2安打4三振、無四球無失点と、完封です。グッピッチング。ね、非常にまあ高めも使いながら、緩急っていうところではついたんじゃないでしょうか。あとね、ソフトバンク打線がね、ちょっと狙い球全く絞りきれてなかったね。何でも打たされてる感じで、特にね、柳田近藤で5つのセカンドゴロなんだけど、まあ、俺も俊ちゃんね、渡辺俊ちゃん受けてたからよくわかるけど、左バッターがね、セカンドゴロばっかり打ってくれたらね、めっちゃ楽なのよ、かなり、ね、だって外系は引っ掛けるで、引っ掛けるってことはちょっと引っ張り気味だから、遅いカーブとか全くタイミングが合わなくなるんだよ。泳ぐっていうね。で、ところでは多分ね、この与沢小雁のバッテリーも非常にリードね、しやすかったんじゃないのかなっていうところではね、ちょっと対策ね、見えなかった。で、ソフトバンク先発石川ね、6回3分の206球、4安打6三振、3四球2失点と、ちょっといつもよりね、達川さんも言ってたけど、いつもよりね、ちょっと肘が上がってね、上から投げ下ろし感じで、ちょっと腕が下がりすぎなくてね、非常に制球も良かったし、ナックルカーブ、パワーカーブか、っていうところとストレートっていうのキレも良かったんでね、投球自体は良かったけどもね、なんて言っても援護がないっていうところで、西武はね、3回裏、ね、先頭ウネンティフォアボールで、ここが送りバウンドを決めて、長谷川アウトになるけども、2アウト2塁からね、ペイトンがセンターへのタイムリーヒット。で、4回にはね、殿崎がレフト前ヒット打って、2アウト1塁からウネンティがね、ライトにタイムリーツーベース。これ1塁ランナー殿崎ね、よく走った。グッソーリーっていうところで、しっかり入れを取って、あとね、与座が2安打完封だからね、ソフトバンクとしては、打つ手なしです。ね。乾杯でございます。で、今日試合ないからね、西武ソフトバンク。これ1日空いてソフトバンクどうなるのかっていうね。これちょっとね、ちょっとこんなね、ずるずるソフトバンクも行ったらね、4位楽天と変わっちゃって B クラスになっちゃいますよっていうところなんでね。まあ次ね、1日休んでどうなるのかっていうところはあるし、西武もね、まだワンチャンね、3位の可能性あるからね。そういった意味ではこの2連勝っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。結果はね、西武の2連勝、2000連続完封勝ちです。続いてセリーグ。巨人対ヤクルト、1日0対1でヤクルト、そして2日9対2で巨人、現状1勝1敗の五分ですというところでね、1日の試合、山のね、ヤクルト、ね、7回83球、4安打2三振、1四球、無失点と、まあ、真っ直ぐカット、スライダー、カーブ、フォーク、ツーシームというところで、対角線ね、しっかり投げ切れてた、で若干腕がね、まあ、左だから、不在だけどね、若干腕がね、遅れて出てくるというところで、ちょっとタイミングね、取りづらかったかなっていうところもあるけども、8勝利。グッピッチング。素晴らしい。ね。で、巨人先発、菅野ね。8回108球、6安打4三振、1四球1失点と。まあ、両コースね、ツーシーム、スライダー、カットっていうところで、幅を利かせた投球でね、非常に素晴らしかったけども、打線の援護なくっていうところでね、ヤクルトはね、7回、サンタナツーベース。でね、内山が送りバントを成功させて、ワンアウト3塁からオスナがね、フォアボール。で、ワンアウト1、3塁から長岡のね、セカンドゴロの間に1点を挙げてね、まあ、ダブルプレー崩れっていうところで、この1点を守りきってね、勝利っていうところで、山野から引き継いだね、清水、田口ともにね、完璧なピッチング。山野は4安打っていうところでね、非常に、ジャイアンツとしてはもうちょっと
打つすべなかったかなっていうところと、山野はね、非常に素晴らしいグッピッチングでね、勝ち切ったかなっていうね。で、2日の試合、9対2でね、巨人っていうところで、この日ね、佐々木のピックアップゲームでしたけども、ヤクルト先発高橋奎二ね、4回78球、6安打3三振、2四球6失点と打ち込まれたっていうね。で、巨人先発グリフィン、7回97球、3安打5三振、2四球2失点とね、っていうところでね、ヤクルトは初回ね、ワンアウトから中村がね、セーフティー、プッシュバントするんだけども、なんとピッチャーグリフィンがファーストへ悪送球。で、セカンドまで行って、塩見三振するけども、村上フォアボール。で、ツーアウト一塁からね、ワンストライクを取って、大城が高め外してるところを、ど真ん中に行って、サンタナがね、ライト線のタイムリーツーベース。これ一塁ランナーね、村上横ホームまで走って、先制の2点。これ一気にヤクルト2連勝行くんちゃうかってなった時にね、ここからもう一発攻勢。1回の裏、坂本がね、いきなりホームラン。で、梶谷にツーベースを打って、これ梶谷のツーベースね、サンタナジャンプしたら取れたんちゃうかっていうね、ジャンプしなくてすぐね、ちょっと上だったからね、これどうなんやっていうね。で、その後岡本がね、カーブをね、引っ張り込んで、ホームランで一気に逆転。で、2回にもね、ブリンソンがホームラン。で、坂本はまたね、ツーランホームランっていうところでね、一気3点で6対2。で、5回に岡本の、2打席連続ホームラン。ね、で、6回、梶谷のね、内野安打っていうところで、まあ、この梶谷の内野安打ね、あれはもう仕方ない。長岡どうしようもないっていうところで1点取って、で、8回にはね、吉川が犠牲フライっていうところで、きっちりね、9対2。だから、グリフィンもね、初回2点取られた時は、まあ、自身のエラーっていうのもあるけどね、どうなるかなっていうところもあったけど、2回以降ね、変化球ね、めちゃくちゃ緩急ついて制球力も良くなって、まっすぐカット、ツーシームチェンジアップっていうところでね、非常に緩急つけて打ち取ったっていうところもあるし、この変化球の精度がね、めちゃくちゃ良かったっていうところで、尻上がりにね、いい感じになったっていうところはね、大きかったんじゃないでしょうか。で、高橋奎二ね、だからやっぱりね、テレビ画面上はね、そんな悪い感じしなかったけど、多分ストレート走ってないんだろうね。だからストレートが勢いよく走ってないから、チェンジアップ、カーブっていうところの緩急が全くつかないで、ただ緩い感じで来る、もしくは腕の振りが鈍いから、その変化球が分かっちゃうっていうところで、もうこのね、坂本のホームランチェンジアップ、梶谷のツーベースカーブ、で岡本のホームランもカーブ、で、ブリンソンのね、ホームランもチェンジアップ。で、坂本はね、ストレートっていうところも最後投げる球なくてっていうところでなったんで、ちょっとね、ストレートの切れ出すね、練習とかした方がいいかもわかんないね。ちょっと変化球がね、行ききれてないね。まっすぐはちょっと切れないかな。相手の打線の感じ見てたらね、っていうような感じがします。でもこれね、初回どうなるかと思ったけどね、この5発のホームランでね、一気に勝ったっていう巨人らしい勝ち方。しかも巨人ね、これ一気にね、坂本帰ってきて状態も良くなってきてるしね、ブリンソンも帰ってきて良くなってきてるっていうね、一気に A クラスから変わっていく可能性もあるからね、この勝ち方が大事だったし、今日ね、木曜日ね、戸郷ピーターズ、ここで戸郷がピッシャル抑えて2勝1敗で勝ち越すとね、かっと面白い展開になってくるからね、かなり今日ね、勝つか負けるか大事ですよっていうね。こうヤクルトもね、まだ全カード勝ち越していったらね、 A クラスのチャンスあるから、今1勝1敗でしょ、このカード。ピーターズで明日戸郷打ち崩すことがね、できれば村上、山田、ここが打てばね、勝てると思います。どうなんでしょうか、現状1勝1敗の五分です。続いて中日対阪神。1日2対10で阪神。そして、2日3対1で中日。現状1勝1敗の五分っていうところになってますけども、1日ね、2対10で阪神。阪神先発西純也ね、6回105球、7安打1三振、1四球1デッドボール2失点と、まあ、投打でね、二刀流の活躍、グッ選手。ね。で、中日先発小笠原ね、5回3分の205球、10安打5三振、2四球6失点と、まあ、なんとかね、前半粘り切るもね、まあ、西純也に打たれて、ジエンドっていうね、形になっちゃったかなっていうね。中日はね、初回ね、ワンアウト一三塁から石川のね、サードゴロ、内野ゴロの間に1点を挙げて、まあ、いい形で出てね、まあ、先制していくわけよ。ね。その中で3回の表ね、8番、木浪がレフト前。で、西純也送りバントを決めて、ワンアウト二塁から近本ツーベース。中野アウトになるけども、森下がレフトでタイムリーヒットっていうところで、このね、近本の復帰によって、まあ、もしこれ近本中野のね、並びで森下大山っていうクリーンナップにつなげて得点っていうのもいいけども、このね、8番、木浪から始まってピッチャー送っての、この上位に来る、下位から上位。これがまたね、阪神の攻撃パターンでえげつないで、これ一気にビッグイニングになる可能性があるね。で、この3回はね、下位打線から。でね、6回はね、3番から森下レフト前、大山センター前、サドテルアウトになるけども、ノイジフォアボール。で、ワンドアウト満塁からね、梅野押し出し。で、木浪三振するけども、ツーアウト満塁からなんと西純也ね、左中間、タイムリーツーベース、走者一掃、つうところで、まあ、これでくれ、小笠原終わっちゃったね。ここ勝負だったね。
ね。で、7回には、ワンアウトから森下ツーベース、大山フォアボールで佐藤からね、バックスクリーンスリーランっていうところで、まあ3回はね、下位打線から。で、6回をね、ランナーを貯めて、最後ピッチャーの西がね、走者一掃。7回はね、佐藤輝の一発っていうところでね、勝負あり。まあ9回にもね、犠牲フライで佐藤輝のね、1点取ったっていうところはあるけども、まあ10対2、ドラゴンズはね、10失点。ね、ちょっとなすすべなしっていうね、ところの試合展開。で、今日の試合ね、2日、3対1でね、中日っていうところで、まあ中日、阪神先発秋山ね、負けはしたけども、4回3分の2、86球、9安打4三振、無四球3失点とね、まあ無四球っていうところもあるし、結構ね、丁寧に低めにコースにね、変化球投げてたかなっていうところもあるんでね、まあ打線の援護さえあればっていうところだったけどね。で、中日先発メヒアね、3回50球、3安打2三振、無四球1失点と、いいピッチングだったけど、打ったのが影響したのか分かんないけど、なんか胸がね、ちょっと違和感あるっていうところで降板したけども、その後ね、藤島、斎藤、松山、勝野、清水、マルチネスとね、リリーフ、スーパー踏ん張った。藤島グー、斎藤グー、松山グー、勝野グー、清水グー、マルチネスグーっていうね、リリーフが良かったね。まあ、その中でね、中日はね、2回の裏、先頭川越ね、ライトツーベース、福永龍空アウトになるけども、ツーアウト3塁からね、メヒアがレフトオーバーのタイムリーツーベースで先制。で、阪神もね、3回表に近本のね、ライトスタンドでホームラン、ツーアウトからね。で、これで同点になるんだけども、5回の裏にね、大島ライト前で、岡林がね、ライトにタイムリーツーベースで、ツーアウト2塁からね、細川石川アウトになるけども、ツーアウト2塁から宇佐美がね、ライトへタイムリーヒットっていうところで3対1ね。で、まあ阪神はね4安打だったから、まあ、これちょっとね完敗かなっていうところとね、この日もね先ほどタイムリーを打った宇佐美はね4打数3安打1打点、そして川越が4打数2安打とね。で、ピッチャーね斎藤勝投手日本ハムからっていうところで、このねトレードでね来た選手がみんな頑張ってるわけ。しかもね細川はね現役ドラフトだしね、そういった意味ではこのね流動化したトレードっていうところではその選手たちが頑張ってね、みんな、ね、トレードはポジティブっていうところもあるしね、この活躍っていうところは大きい。だからもっとねこのプロ野球ニュースでも言ったけどね、この既存の選手っていうところがもっと頑張ればね、もっとっていうところもあるしね。この4回ね宇佐美川越が連続ヒットね、トレード組のこの2人が連続ヒットで、福永が送りバントを決めてワンアウト三塁から龍空の時にねもう後藤行くけどもこう三振で、その後藤島のところに代打高橋周平ねセカンドゴロっていうと、ここでもう1点でもね取ってればもうちょっとね楽な展開だったかなっていうところはあるけどもね、まあこのね3対1っていうロースコアの展開だったけどもね、先ほど言ったねリリーフの投手陣非常にねいい頑張りだったかなっていうところでは、現状1勝1敗の五分っていうところで、まあ今日はね中地ビーズリーっていうね、中地は前回勝ったからねその勢いのまま今日いけるかね、阪神ビーズリーっていうところでね、阪神はカード負け越しできないぞっていうところでね、今日どんな展開になるんでしょうか。続いて、広島対 DeNA。1日3対5で DeNA。そして2日4対2で広島っていうところで、1勝1敗の五分っていうところになりましたけども、1日はね、両チームいい形で点を取り接戦も、最後は結局ミスからっていうところでね、勝敗が決まったかなっていうところで、まあこの日はね、DeNA 先発今永、4回3分の1、90球、5安打7三振、1四球、1デッドボール、1失点と。ね。で、広島先発ね、九里、6回3分の1、96球、9安打3三振、1四球、1デッドボール、2失点と。っていうところでね、まあ、先発がね、まあ、早いイニングで変わっちゃったっていうところもね、まあ、あるけども、広島はね、1回裏、ね、菊池がいきなり先頭打者ホームランで1点先制するけども、ね、DeNA は5回表、ね、強打が8番強打がね、センター前ヒット、今永送りバントを決めて、ワンアウト2塁から桑原がね、レフトへ同点タイムリー、ね、でも捉えたらすぐ取り返すぞっていうところで、広島がね、6回裏、ね、ワンアウトから坂倉ツーベースで、堂林がね、勝ち越しのタイムリーヒットっていうところで、2対1逆転ね。その中で、7回ね DeNA は戸柱がねレフトへポテンヒットってあるけども、これねショート小園取れた、ショートねセンターの間に落ちるんだけども、これ小園取れたっしょ。でそれで、京田がね送りバントを決めてワンアウト二塁から楠本がねセンターへタイムリーヒットで、桑原アウトになるけども、関根がライト前ヒットにつないで、ツーアウト二塁から宮崎タイムリー、で、牧がタイムリーとね、一気に3点取って、ね、4対2と逆転。これね、小園が取ってればっていうね、ところのミス、痛かった。でも8回裏ね、小園のね、タイムリースリーベースで1点返して、このやっぱ小園のバッティングがね、今、カープ打線にいいところで打ってるんだよ。ね。けども、まあ、9回の表にね、宮崎のライトにタイムリーツーベースっていうところで、ダメ押しの点取られてね、まあ、5対3っていうね、ところになったけどもね、そういったところではね、非常に、ちょっとね、ミスが、痛かったかなっていうね、ところはありますね。この試合ね、5回途中でね、今永がね、
足がね、つったらしくてね、緊急降板に、なるけどもね、あんまりね、大事に至らなかったっていうね、ちょっと左ふくらはぎをね、つったっていうところでね、5回途中降板したけども、ね、本人はね、水分補給に気をつけていたっていうね、ところもあったけどもね、まあ、大事を取ってね、交代になったけども、そんなね、大事に至らなかったっていうところではね、今永がいなくなったら DeNA も痛いからね、そういったところではまあね、良かったなっていうところはあるけどもね、ここでね、DeNA もね、しっかりね、その後、リリーフはね、踏ん張って勝ち切れたっていうところはね、大きかったんじゃないでしょうか。ね、ピッチャーもね、石川、山崎、ウェンデル系、伊勢、森原とね、まあ途中失点はあったけどもね、集中だっていうところでね、逆転して勝ち切ったっていうところは大きかったしね、逆に広島はね、この紅林ね、この7回ね、打たれちゃったけど、若干ね、変化球が高く入って甘く入ったところを打たれたっていうところもあるから、やっぱりもうちょっと低くね、変化球は投げていきたいなっていうところはありますね。で、続いてね、2日の試合っていうところで4対2でね、広島の勝ちっていうところで、広島先発森ね、初の6イニング目っていうところで6回85球8安打3三振無四球1失点と、まあね、無四球っていうところが大きかったし、やっぱね、腕の振り良かったね。で、そこで変化球もね、うまく緩急もつけながらしっかり腕振れたっていうところも良かったし、このね、まあ、2対0からのね、4回宮崎、牧、ね、佐野で太田連続ヒットでね、1点取られて、なおもノーアウト満塁からね、大和ファーストフライで、山本ね、ライトフライ、そして浜口三振っていうところで、ここをね、4回の表1失点でね、終えたっていうところがね、多分このね、勝ちに一番つながった。逆に DeNA はね、ここでもう1点取ってたらね、この試合も勝てた可能性あるっていうところでは、この4回の表がね、非常にキーポイントだったかなと。で、広島はね、初回ワンアウト一三塁からね、4番上本はね、ライトへ先制タイムリーで、2回にもね、先頭小園がツーベースで、末からね、ショートゴロの間に小園がサード行って、ワンアウト三塁からね、森がなんとか当ててね、でそれがちょっとピッチャー横でね、ショートがこういう取り方してホーム投げれなくてね、小園がホームに帰ってきて2点目っていうところで、まあ、ここもね、なんとか森がね、当てたっていうところはね、非常にこの大きかったね。簡単に三振しないでね。で、4回にね、1失点で置いて、で8回にね、ピッチャー入江からフォアボール、上本のレフト前で、坂倉フォアボールで2アウト満塁からね、松山の、内野安打、これね、入江頑張ってジャンプしたけど、あれ触らなかったらショート取ってファーストアウトだったよ。だから取れないんだったら、難しいんだったら無理に取らない方がいいよ、後ろいるんだからね。で、その2アウト満塁からね、なおも小園のライトタイムリーヒットっていうところで2点、4対1ダメ押しねっていうところはね、非常に大きかったから、EDA 取らな、これはもう仕方ない、一生懸命やってるからね。でもこういったところもね、前あったじゃん、大谷がね、取ろうと思ったけど取らなかったみたいですね。だからそういう判断もね、やっぱピッチャーには大事にね、なってくるかなっていうところはね、あります。でね、 DeNA はね、9回ね、矢崎に代わってね、先頭山田フォアボールで、梶原はね、レフトにタイムリーツーベースで、楠本フォアボールっていうところでノーアウト1塁で4対2、桑原463ダブルプレーになったけど、これまあ結果論だけども、バントでよかったんちゃう、バントで、そんで関根宮崎で行ったら宮崎まで回るわけや、同点になる可能性あるやん、最低でも桑原のダブルプレーで終わったからね、ここバントでよかったんちゃうかと思いますけど、皆さんどうですかね。で、まあ、森ね、ターリー、島内、矢崎とね、リリーフをつないで、まあ、勝ち切ったっていうところは大きかったし、DeNA 先発ね、浜口、6回88球、3安打5三振、3四球、2失点と、ちょっと立ち上がりね、腕の振り、緩かったように俺は思うけどね、そこもちょっとね、で、徐々にね、腕振れるようになったからね、もうちょっと立ち上がりからしっかり腕振れてたらね、ちょっと状況は変わったんじゃないかなっていうところと、やっぱり DeNA はね、11安打打ちながら2得点しかできてないから、やっぱチャンスをね、この潰した感があるから、そこでの1本っていうところのね、打線のつながりがちょっとうまくいかなかったね。で、まあこれでね、1勝1敗というところで、まあね、今日バウアー床田だからね、これは両投手ね、いいところだから、バウアーはね、マツダスタジアム初登板というところでどういう展開になるのかっていうところとね、まあ、ここ広島もね、きっちり勝ってね、今阪神とまた1ゲーム差まで縮まったからね、上位に追いつけ追い越せじゃないけど行きたい。 DeNA はね、このまま踏ん張っとかないとね、巨人に抜かれちゃうぞっていうところもあるからね、今日の一戦ね、どちらのチームにとっても大事な一戦、多分ロースコアになるんじゃないのかなね。さあ、というところで、木曜日の総節おしまいというところで、まあ今日の試合はね、ソフトバンクセーブがないんだけど、5試合ありますから、また明日もね、この5試合しっかり解説していきますから、同じようにね、続けてみてください。ということで、佐々木の木曜日総節、これにておしまいです。それでは、今日の試合も楽しんでいきましょう。